挨拶をくれたんですけど、ありがとうございます。ここですね、さあのストーリーへ、やがー行ってみたい、よいしょ、やがー、やがー、やがー、嬉しいです。早速ですね、時間を満喫してやっていくと思います。もう現在温泉の中に入っているっていうものです。いやこれだわ、やばい、もうこれ、どうします。はい、どうもこんにちは、テレポンです。今回はこの試合の実況をしていこうと思います。まず荻野選手、サードゴロに打ち取ります。サード西川選手をライトフライに寄せます。高橋周平選手、センターに受けるような打球をセンターを取りました。セーフになってしまいました。特に得点はなく、次の回荻野選手ヒットで出て、ゆうゆうと盗塁を決めて、坂本選手センター前1、3塁です。バッターは山口とフォアボールになってしまいます。杉本亮選手決めていきました。これがきっかけ的に2点タイムリーとなります。次の回ピンチを作りましたが、清水選手うまく打ち取ります。この回は岡本選手が打ち取られて得点なし。最後に悠々と終わって試合終了となりました。タランションやっていく。終わったので、早速ケイ君この遊び会に行ってみましょう。ウキに来てやったぜ。来た、ケイ君緊急参戦。やった、